日ハム水谷シルエットの成績。谷重、僕の後輩なんですよ。まだ対策されてないだけ感がある。打球が割と同じとこに飛びがちだし、万波と共にお声かいのツートップだな。こいつもネオ世代なんやな。おそうまれか。毎年細川とか水谷みたいな覚醒野手枠出てきてほしいな。投手はそこそこ活躍してるやつおるし、去年はゴースケ、今年は水谷でうほうほか。最近は校名変わること多いから気をつけるんやで。 Y の母校もいつの間にか変わってたわ。祖父版のファームは宝の山。ただの初見殺しで草近にタミヤみたいに化けの皮が剥がれてズルズル落ちていくよ。育成度下手なくせに選手を乱獲するソフトバンクのせいで球界の有望株が次々と潰されている。ホークスの選手層の厚さよ。マーブンボも大きいから当然といえば当然。守備上手くなったの？ソフトバンク出された理由はそれが全て。鷹の長谷川もサワンが多い関係でハムから出されたっぽいし、巡り合わせだよな。出番もらえたら開花できたんだし、よかったじゃん。ソフバンじゃ外野厚すぎて一軍に上がるのも難しかったし。ご視聴ありがとうございました。